オーストラリアンフットボールの最新ニュースをお届けする AFL ディスカバリー。今回は1試合で2つの罰金、当初セルドらしからぬせこい反則ということで、キャッツオタクのセルドキャプテンが、はい、せこくはないですね。せこいよちょっと見てみる、せこい反則2つ、ね、この前のブルドックス戦だったのかな、はい、うん、まさかね同じ試合で、うん、頭これ相手倒されてるのさらにちょっと頭押しちゃって、はい、これは何ドル罰金？1000ドル罰金で次がこのコンテストの後だよね、はい、これはあの足でこれはあーひどい左すね、あほらこれなんかほらって言って見てって言ってるじゃん、アンパイアにスパイクでねガリッとやって、はい、これは何ドル？1000ドル。2つでだから8万5000円 ×2 で、はい、まあ、17万円ぐらいか。そうですね、2つ、せっこい反則だったね。あの迫力あるわけじゃないし、なんかちょっと押したり、はい、ちょっとガリってやったり、せこくやり方か取る人もあるんですけど、うん、そこが狙いじゃないですかね。え？なんですかね、こうやっぱね、ファイン、罰金払ったらおしまいなんですけど、ブルドックスイライラしてるじゃないですか。ああ、そういうことか。で、勝ったのが5点差で勝ったので、うん、ファンは2000ドルで勝ったって言って。なるほど、そういうね、やりながら、戦いながら、はい、あ、まあ、そうなっていくとね、このセコイって言ったら、その有名なジャイアンツのトビー・グリーン、トビーグリーンね、ですけど、ちょっとこれ見てもらっていいですか、うん、これをセコイとね、言うんでしたら、これはセコくない。これはセコくない。カールトンの選手。はい、にちょっと殴ったというか、はい、なんだろう、お互い頑張ろうぜって言ってエール送ったらこれ罰金になっちゃったんだよね。お腹叩いちゃったらさ、これがでも1500ドル、全部と1000で2000なんです。これよく取られてるよね、うん、これがの1500なんで、うん、もうそうなっていくとキャプテンでもないし、ボロ勝ち試合でポイントするのはもっとすごくなる、うん、でアンパイアにもちょっとあこれねえ、お互い頑張ろう、ちょっと大げさんだよね、右下。これぐらい AFL あるでしょ、その、ボケット走ってる方がちょっと悪いような気もするし、でもこのアンパイアのね、ちょっとヒヤッとしたかな、触ったやつ。これはいつもだと、まあ、ワンゲーム、バーンであるはずなんですけども。でも声かけしてたから、声かけが良かったんだろうね。ちょっとアンパイアに優しい声でもかけて、お互い頑張ろうみたいなんで、触ったから。もしかして。うん、で、まあ、はい、まあ、合計的にこういうふうに罰金があると思うんですけども、うん、AFL ももうちょっとタフになってね、うん、もちろん殴ったりしたらもちろんダメなんですけども、うん、まあ、こういうプレーぐらいだったら罰金ぐらい払って、もうちょっとね、エキサイティングなゲームを。そうだね、ソフトにはなりすぎてほしくないね。はい。はい。